はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。1時を回りました。11月は25日の土曜日。日がね、照ったり陰ったり、秋の空でございまして、秋かなと思うんですけど、半ば冬な感じですけどね。千代田区12度、この部屋は21度ぐらいですね。はい、行きましょうか。産経新聞、昨日の18時21分に出ました記事ですね。子どもの肺炎急増で中国と WHO 協議、渡航制限は不要判断というタイトルですね。本文いきます。世界保健機構 WHO は23日、中国北部で子どもが肺炎にかかる事例が急増していることを受け、中国当局と協議したと明らかにした。中国側が提示したデータでは、現時点で異常な病原体や一般的な呼吸器疾患と異なる症状は確認されていないという、渡航制限は不要と判断した が注意深く監視するとしている。これ WHO ね。WHO ってね、アフリカのなんたらさんという方が事務長でしたけど、完全なパンダ派がんなんですね、あの人。だから、コロナの時にもですね、もうあんま甘いというか、何お前って、もう職責を果たしてへんやんというような対応に終始しましたね。それで一気に WHO のですね、こう、品位を落としてですね、世界から信用されなくなってしまいました。今回もですね、今中国で子どもの肺炎がですね、急増しているわけですけども、それについてですね、これが正しい対処法だとは私には思えませんね。中国に忖度しまくりというか、言いなりというか、まあそういう感じです。WHO によると10月半ば以降、北京や遼寧省で子どもの間でインフルエンザに似た呼吸器疾患が過去3年間の同時期より増え、集団感染が起きているとの報告があった。現地メディアも患者急増で病院がパンク状態だと報道。WHO は今月22日、中国側に状況説明を正式に要請していた。中国保健当局は WHO との協議で、基地の病原体によるマイコプラズマ肺炎やインフルエンザの流行を認め、病院の収容能力を超える患者数にはなっていないと説明。でも最近ね、中国の当局が言うことって、もういわゆる嘘を前提としますよね。こう、うわ、絶対嘘言うてるやんというか、嘘しか言うてないという前提だと言いますよね。だって休館対応が24時間後って言われて、その間に死んでしまったらどうすんねんって話ですね。まあそういうことを平気でやっているのが今の中国でして、全く信用されないですね。肌から信用されないですね。今火が照ってきましたね。これね、火が照ってきて、ええやんと思ってるうちにですね、また陰ったりするんですよ。本当にこの秋の空というのはですね、よう分かりませんね。まあ行きましょう。武見敬三厚生労働省、日本の厚労大臣ですね、は24日の閣議後記者会見で、中国政府は外交ルート、中国政府は外交ルートを通じて情報提供してほしい旨伝達している。そんなん言うてもほんまのこと言わへんやん、あいつら。今後も情報収集に努め、内閣感染症危機管理統括庁と連携して対応すると述べた。中国では2020年1月に湖北省武漢市で新型コロナ感染が拡大、後に世界的に流行し、 WHO が緊急事態を宣言した経緯があると。緊急事態の宣言もまあ公平に考えて2ヶ月は遅れましたね。まあだから今の WHO っていうのはほぼこう機能していないと考えた方がいいです。こと中国に関する限りは。で、この今中国でですね、子供向けというか、子供の間にですね、肺炎が流行してるんですけども、ようわからんわけですよ。で、いや、私一番知りたいのは、そのいわゆるこうあっち側に行く率なんですね。
それがですね、どれくらいあるのかと、つまりどれくらい危険なものかと、別にそのインフルエンザやですね、普通の肺炎が流行する分にはもうしゃあないやんっていう世界ですけど、それどれだけ危険なのかということですね、ようわからん。まあ、そういうことに関して中国にですね、正確な統計数字を求めても多分出てこない。多分中国の当局もね知らないと思うんです。というのはその現場から上がってくる数字を統計するわけでしょ。当局は現場から正しい数字が上がっていない可能性もあるわけですよ。もう全てがインチキなんですね、あの国のこう統計数字というのは。だから誰も本物を知らないわけですよ、だからですね、今何が起こっているのかということもようわからんわけです。でもね、ここどうでしょうね、 1週間2週間ぐらいの間にこれに関するニュースがやたらと出てくるんですよ。やたらと出てきてですね、これはなんていうか、確信をついてるなっていうような記事は未だによう分かりません。ないです。いや、私が一番知りたいのはそこです。その危険率、いわゆるかかった人の何パーセントぐらいの人があっち側に行くのかということですね。なんていうか、普通ね、風邪はね、風邪であればですね、ちょっとした熱であればですね、親は様子を見ますよ。ちょっと寝ときとか言って。で、38度も9度も熱がですね、出たら、あ、いやいや、お医者さん行って、薬もらおうっていう、そういうこう感じなわけですね。まあ、それがね、でもみんなが救急に殺到するというのはですね、それなりの症状があるからだと思うんですね。で、医療崩壊まで行っているということはですね、かなりの流行であると思います。まあ、もちろんね、中国人も、お隣さんもそうですけども、こうブームというのが来たら、わーっとみんな動くにタイプの人たちなんで、だから、小児科に殺到しているというふうにも想像できなくはないですけど、僕最初はそう思ったんですよ。また中国人が最大だけやと思っていたんですけども、なんか最近そうでもなさそうな。で、まあ、要はあっち側に行く率が高ければですね、これやばいやんってなるわけです。それでもうそうなんと言いますかね、日本にも来るはずですよ。というか日本以外の全世界に行くはずですけどね、まだ来ていないのが不思議なくらいですね。まあ、来てるという感じしませんし、要はその子供だけなんていうのはね、本来ありえないと思うんですよね。同じ人間ですから子供が発症しやすいというだけで大人もキャリアになる可能性があって、キャリアからですね対人間に対して伝染するのか感染するのかというところは問題ですけども、しないんでしょうかね。しないんであればですね、あんまり広がらないと思います。お子さん、キャリアになったお子さん自体がですね、海外旅行に来て、で、人に移すということがない限りはならないですけど、でも、普通に考えたらですね、子供だけというのを、ね、考えにくいと思いますね。それもですね、ウイルス系の病気でしょ。ウイルス系というのはそんなにね、なんて言いますか、人間の老若をですね、選ばないと思うんですけどね、私の感覚では。その発症しやすい、しにくいというのは多少ありますけどね。このウイルスは、子供で発症しやすいとか、特に老人で発症しやすいでありますよね。免疫力が弱ってますから、老人の場合は。でも子供に限ってなんていうのはね、まあ、お前らまた何か変なもの作ったんちゃうんか、みたいなですね。そういうふうにも思ってしまいます。なぜも中国という国はね、もう正しい情報っていうのは上がってこないわけでしてですね、分かりにくいです。だから断片的なところからですね、こうピースが来るんで、それをこう組み立てていくしかないわけだって。一番信用できないのは当局の発表なんですね。もう必ず政治的なこう歪曲はなされているわけだって。はい、まあということでございましてですね、今読みましたこのですね、産経新聞。子どもの肺炎急増で中国と WHO 協議、渡航制限は不要判断
WHO も信用できないわけですよ、中国が絡むと本当にもう、はい、というこのですねアドレス、あのニュースのアドレスのを貼っておきますので、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。